金が欲しい。今日ね、LINE が来たんですよ。元バイト先の友達から。で、その友達はね、演劇をやってるんですよ。もう本当に、今多分二十歳くらいかな。で、演劇をやってて、もう本気でやってるんですよ。で、まあおそらく将来は、まあ劇団に入って、まあ演劇をもっともっとやっていくっていうね、そういうなんか本気でやってるね、夢追い人とも言うべき友達がいるんですよ。で、まあ、僕はもうそのバイト辞めてるんですけど、もう辞めてもね、例えばこの演劇面白いよとか、まあこの演劇今度自分が出るからなんかよろしくみたいなをね、LINE くれたりするんですね。で、まあ、行く時もあるし、行かない時もあるんですよ。その演劇にね、見にね。だけどね、金がねえ。金がねえんだ。今回も来たんですよ。しかも今回はね、その子がね、もともとこの育成所みたいなところに入ってて、演劇の。で、そこから出て、もう卒業して、で、一発目の、多分その、まあ今多分フリーでやってると思うんですけど、社会人としての一発目のね、舞台なんですよね。で、まあ価格が6500円。出せねえ。2時間に6500円は今の自分では出せねえ。本当にね、こういう芸術とかエンタメとかになんか気兼ねなく金が使えるような経済状況でありたいなって常々思うんですけどね。もう今は出せねえ。芸術とか見つかえるほどの余裕はない。ということで、演劇には行きません。ごめんな、友よ。また誘ってください。その時には芸術とかエンタメにお金を使えるような、もっと余裕のある男になっときます。ということで、本日もご清聴いただきありがとうございました。バイ。